厳重は、一度居住地を去った者がその土地に戻り再度、居住することを意味する後。本記事では、1、伊豆諸島の青ヶ島で、安永9年に始まった、噴火活動が、天命5年になって、激しさを増したため、島民が八丈島に避難して、無人島になった後、文政7年の旧青ヶ島島,島民全員の帰還、そして島の復興を達成し、 天保六年に検知を受けるまでの経過について記述する。小山展望公園から見る丸山。かつては淡水の大池、小池があった。青ヶ島にいつ頃から人が住み始めたのか現在のところはっきりしていない。これは他の伊豆諸島の島々で発見されている縄文時代や弥生時代の遺跡が全く発見されておらず、また中世の遺跡も見つかっていない上に、 文献資料も乏しいためである。15世紀になってようやく青ヶ島に人が居住しているとの記録が現れる。青ヶ島は絶海の孤島で周囲を黒潮が流れ波が荒いことが多く、青ヶ島への船の航行は困難を極めた。また島の周囲は約50から250メートルの海色崖が,けが発達しており船の接岸も困難であった。 15世紀の青ヶ島についての記録の多くは、船の遭難に関することであり、この船の往来の困難さは、現在に至るまで青ヶ島に住む人々を悩ませ、続けている。往来は困難を極めたが、青ヶ島での生活には利点もあった。これは、八丈島、八丈小島と比べて、食料事情が良かったことである。 八丈島や八丈小島は19世紀のサツマイモの本格的な普及まで慢性的な食糧危機に見舞われていた。これは主に台風の襲来による風害によるものであり、ひとたび強い台風が八丈島や八丈小島を襲うと多くの作物に甚大な被害がもたらされ、合死者が出ることも稀ではなかった。一方、青ヶ島は大きな清掃火山の山頂部が、 海面上に出ている地形をしており、島の南部には直径1.5から1 7キロメートルという清掃火山の大きな加工にあたる池の沢がある。2池の沢にはかつて大池、小池という淡水の池があり、土地も肥沃であった。何よりも大きな加工の内側となる池の沢は周囲の山によって強風が遮られるため、作物の被害が少なかった。 このような土地であるため、元禄13年11月には、激しい飢饉に襲われ、青ヶ島へ出発した八条、小島の住民24名全員が行方不明になるという事件も発生した。しかし池の沢は、清掃火山の大きな河口内であり、上元年に池の沢内で噴煙が上がり、漢文10年から約10年間、池の沢にあった池から細かい砂が、 約10年間にわたって紛失したとの記録が残されている。いずれの事件も小規模な異変であったと考えられ、青ヶ島の島民に大きな影響を与えることはなかった。安永3年の記録によると、青ヶ島にはルニー1名を加えて328名の島民が農業やカツオ漁などの漁業、そして年貢としての生糸を生産するための養蚕を営みながら生活していた。 島内で農業や養蚕の最大の拠点は土地が越え淡水の池があって風害から守られている池の沢であった。安永9年6月18日から23日までの6日間、青ヶ島は群発地震に見舞われた。6月24日には地震は収まるが、6月27日、池の沢に噴火口が出現し、そこから大量の湯が噴き上がった。 地の沢内の大池と小池の水位は上昇を続け、やがて大池と小池は一つの大きな池となって工作地を飲み込んでいった。また、水温も上昇して7月半ばには手を入れられないほどの湯になってしまった。しかも大量に湧き出し続ける湯は塩水であり、池の沢の高地は甚大な被害を受けることになった。また、噴煙の噴出も見られ、 噴煙によっても農作物は被害を受けた。青ヶ島名主の七太夫は7月末に噴火の被害について報告するために八丈島に渡った。八丈島役所も8月、被害の状況を確認するために見分を実施したが、この時は報告と見分の成果はなく、翌年の天明元年分の青ヶ島の年貢は、規定通りの納入が指示され、通常通り年貢は納められた。 安永9年の噴火は、翌安永10年4月頃までには、昇降状態となったが、翌月の天命元年5月からは今度は火山灰を噴出する噴火が池の沢で始まった。噴煙は島全体を覆い、再び地の沢内の池の水位が著しく上昇したが、今度は水が引いてしまい、この時に高地の土が池に流出し、 高地には大きな石が残されるといった被害が発生した。天明2年3月、青ヶ島で名船堂として知られた、兵衛らが乗り込んだ無人島を探検する船が八丈島を出港した。兵衛らは、青ヶ島からさらに南へ向かい、現在の鳥島付近まで探検を行ったが、その後、悪天候によって漂流を続けた上、なんとか江戸にたどり着くことができた。 宗兵らは、天明3年3月、環状奉行より、主食の振る舞いを受け、さらに4月には、ニラ山大官である、江川太郎在門からも、主食の振る舞いを受けた上、宗兵は、八条島へ戻った。後に宗兵は、天明5年に発生した大噴火の発生直後、青ヶ島へ向かい噴火直後の青ヶ島の状況を、目の当たりにすることとなる。 天明2年4月には、ニラ山大館所の大館の手平らが、八丈島に在島していた名主の七田優らと共に、青ヶ島の巡検を行った。巡検が行われた時には噴火は、昇降状態となっており、池の沢内で噴火の被害を受けた農地の復興が進められていることが報告されている。安永9年と天明元年の噴火によって大きな被害を受けた。 青ヶ島であったが、天明3年3月からの噴火はこれまでのものよりも規模が大きく、甚大な被害が出た。2月には、島の北部にある、三甲浦が大崩壊を起こし、舞い上がった土砂が、島内の高地に積もった。そして3月9日には、地震が頻発、そして、池の沢に大きな河口が出現し、島内に灼熱した噴石が降り注いだ。そのために噴火開始時に、 池の沢にいた14名が死亡し、3、高温の噴石によって火災が発生して61件の家屋が消失した。噴石の噴出後には火山灰が激しく噴出し、島内は真っ暗となり火山灰が厚く降り積もった。火山灰は青ヶ島全体の高地に壊滅的な被害をもたらした上に島の水源をも埋め、雨が降ると火山灰混じりの水が流れ出して人火に、 流れ込むといった二次災害を引き起こした。天明3年の噴火は、八丈島からも激しい火の手と猛烈な噴煙が立ち上るのを見ることができた。青ヶ島からの報告を受けた八丈島役所では、青ヶ島の被害状況の見分を行うこととして、視察は5月に八丈島を出発し、噴火後の青ヶ島の状況を約1ヶ月見分して、八丈島に戻る際、船が、 カズサの沖津まで流された上、ようやく八丈島へと戻った。青ヶ島は、多くの高地が噴出した火山灰によって失われ、厳しい食料不足に悩まされることになり、また多くの家も消失した。しかし今回は、年貢が免除となり、救援の穀物の支給なども行われた。また噴火の影響で荒廃した青ヶ島から、八丈島へ住民が避難することも進められた。 天明四年には噴火はなく、青ヶ島の島民は噴火からの復興に向けて努力をしていた。しかしよく天明五年に、破局的な大噴火が起こり、青ヶ島島島民は全島離島に追い込まれることになる。天明五年三月十0日、青ヶ島で大噴火が始まった。この時の噴火も、八丈島から見ることができたため、無人島の探検後、八丈島に戻ってきていた総兵は船に、 救援物資を積み込み、早速青ヶ島へと向かった。3月10日、八丈島を出発した荘兵衛は、翌11日には、青ヶ島近海に到着したが、島全体が黒雲に覆われ、時々稲妻のような火の玉が飛ぶのが見えるが、島の様子がほとんどわからない状態であった。しかも黒煙は、青ヶ島近海上の荘兵衛の船にも襲いかかる、ありさまで。 潮の流れも悪くなったこともあり、上陸を断念せざるを得なかった。3月後半になって、青ヶ島から噴火の様子についての中心が、名主の七対浦によって、八丈島へもたらされた。それによると、3月10日午前に、池の沢から噴火が始まり、運よく北西からの風であったため噴石は、島の南側に降下したが、火山灰は、島全体に降りかかった。 噴火はその後も激しく続き、風向きによっては池の沢北方の人化がある方向にも火山灰が降り積もった。激しい噴火によって食料の不足とともに水不足が深刻となり、島全体が降り続く火山灰のために昼も暗くなって昼夜の区別がつかなくなるほどであった。このような状況を受け、もはや青ヶ島で生活することは不可能であり、島民は 一旦八丈島へ避難するしか方法がないと、名主の七太夫をはじめとする島民は、八丈島の島役所に申し立てた。このため八丈島の島役所では4月10日に、青ヶ島の視察船を出し、噴火による被害状況の確認を行った。その結果、絶え間なく、噴火による噴石や火山灰が噴出している状況は、続いており、工作地は、 暑い火山灰に覆われ半が分からなくなっているほどであり、ほとんどの草木が枯れ果て緑は全く見えず、飲料水も極度に不足してわずかにある雨水も火山灰などの影響で飲むに耐えない状態であるなど、深刻な状況が改めて明らかになった。このため青ヶ島からの会議の視察船には49人の青ヶ島島民を乗せて八丈島へ向かった。4。 青ヶ島から離れる際には船中に火山灰が降り注ぎ、苦労をしたものの、視察船は無事に八丈島へ戻ることができた。帰島後七田由の申し立て通り、島を離れる以外島民が生き延びる方策がないことが報告され、青ヶ島の島民の離島が決定された。天明5年4月27日、八丈島島役所が派遣した3層の救助船が青ヶ島に到着した。 この時青ヶ島には200人余りの島民がいた。4月末になって噴火はいよいよ激しさを増し、激しい噴火が続く中、三艘の救助船は青ヶ島への接岸に成功したが、救助時に悲劇が起こった。三艘の船では200人余りの島民全員を乗せることが不可能であった。 まず体力のない多くの老人、子供たちが船に乗り遅れ、熱い火山灰が降り注ぐ中、船に乗ろうとして、海で溺れる者や浜辺で乗せてくれと泣き叫ぶ者たちが大勢いた。言い伝えによれば、船端に取りすがった人の手をやむを得ず、なたで切り落としたとも言う。結局三層の救助船には108名の島民と1名のニ人の合計109名が乗船し、 130から140名の島民は乗船することができずに噴火が続く青ヶ島で死亡したとみられる。しかし避難時に100名以上の島民を置き去りにせねばならなかったことは避難当時の記録には全く記されていない。このことは近藤富蔵が表した八丈実機に詳細が記されており、また後年青ヶ島への祈祷が試みられる中、 激しいネズミの害に悩まされ続けることになるが、ネズミは青ヶ島で非合の死を迎えなければならなかった人々の霊魂が化したものと考えられ、背が利くよが行われるようになったことが記録に残っている。救助船は八丈島に無事到着し、天命5年の噴火によって八丈島にやってきた青ヶ島の島民は約160名に達した。また、 天明5年以前から八丈島に滞在していた青ヶ島の島民が約40名いたため、八丈島には約200名の青ヶ島島民が生活を営むことになった。八丈島大賀号の青ヶ島島民墓地激しい、噴火のためにやむを得ず、八丈島に逃れてきたものの、八丈島では青ヶ島で噴火が始まる前の明和3年から明和6年にかけて大飢饉に見舞われ、 中野郷村では人口の約3分の2にあたる733名が餓死するなど八丈島民の生活は苦しかった。青ヶ島島民の大部分は大賀豪村の外れに集まって住み、主に八丈島島民の使用人として生計を維持するようになったが、基金が相次ぎ生活が苦しい八丈島に居候する形となった青ヶ島島民の生活は、 大変に厳しいものであった。現在、八丈島の大河号には、八丈島で死去した青ヶ島島民たちの墓地が残っているが、周囲の墓よりも狭い場所に小さな墓が数多く建てられており、八丈島で暮らす青ヶ島島民たちの厳しい生活ぶりを見ることができる。青ヶ島の名主の七太夫は、噴火や島民避難の報告と救援依頼のために、江戸に向かった。 その結果、米、麦、大蔵二層の船に乗せて、青ヶ島島民の救援物資として、八丈島に送られることになったが、うち一層は、天明五年十月九日、八丈島沿岸に激突して破壊されてしまい、乗船していた七太夫も死亡した。そのような中、天明六年八丈島島民の高村三江門が、蓄えてきた五百両もの大金を、青ヶ島島民救済のために、 八丈島役所に提出した。この五百両は八丈島の島民に年に1割2分の利息で貸し出され、利息のうち十両は高村三江門の娘が受領することとし、残りの五十両は青ヶ島住民たちの食料の購入や青ヶ島の復興に充てられることになった。五、青ヶ島島民の八丈島への避難という事態を招いた天明五年の大噴火後、 八条十記には天明7年6月には噴火後の様子を確認するために青ヶ島へ渡ったことが記録に残されている。また噴火後、時身青ヶ島に渡り様子を確認していたとの記述もあり、噴火後の島の様子をしばしば確認していたことがわかる。しかし、噴火直後の青ヶ島がどのような状態であったのかについては記録が残されていない。 噴火後の青ヶ島についての最初の記録は、噴火後3年目にあたる天命8年4月に行われた八丈島役所が行った見分の記録である。この時の見分によれば、噴火は収まっているものの、ようやく草木に緑が戻ってきた段階で、工作地は火山灰に埋まり水を得にくい状態は続いており、道や船着き場も大きく損壊しており、 当分人が住めそうもないと判断され、4、5年は青ヶ島の見分は見合わせるべきとの内容であった。上空からの青ヶ島北部。青ヶ島の人家はこれまでほとんどが北部の傾斜地にあった。完成元年6月、青ヶ島の名主39郎は青ヶ島の見分を行った。その結果、噴火は収まっており、木々の緑も少しずつ戻っているが、 飲料水については利用できるかどうか検討がつかない状態であった。39楼は噴火が収まっていて危険もないと見られるため少しずつ島の状態を改善していけば青ヶ島民が島に戻ることが可能であると判断したが水も住居もない状態で全員を島に戻るわけにもいかないためまず少数の島民が復興事業を開始しその後 全島民の帰還を果たすこと考えた。同年、幕府から、青ヶ島の復興開発費として257両2分銀6問目が支給された。翌完成2年3月、青ヶ島島民らに、青ヶ島の着替えしについての申し渡しが行われた。完成4年にはサンクローラは2度にわたって、青ヶ島へ渡航し、島内の様子の再確認と帰島への下準備を行った。 八丈島へ戻ったサンクローラは、島の復興に取り掛かれる状態であると報告を行い、八丈島役所では、穀物や農具を用意させた上でサンクローラに、着替えしに着手させることとし、完成五年7月12日、サンクローラ青ヶ島島民20名は2艘の船に乗って、復興のために青ヶ島に渡った。そして名主であるサンクローラ八名は、八条島へ戻ったが、 20名のうち12名が島に残り、島の復興に従事することになった。完成五年7月12日に始まった青ヶ島の復興であったが、いきなり大きな試練にぶつかった。水不足や住居の問題、道路や船着き場などのインフラの復興なども課題とされたが、復興を進めるにあたって最大の問題となったのがネズミの害であった。 噴火後、人が住まなくなった青ヶ島では、ネズミが増え、おびただしいネズミの群れが放出した麦や泡を食い荒らして、たちまちのうちに丸裸にしてしまい、もちろん多くの食料も食い荒らされた。復興にあたる島民らは、ネズミの駆除に乗り出し、復興開始から一年足らずの間に、約1500匹のネズミを駆除したものの、焼け石に水であった。まず復興開始直後の8月28日、 穀物がネズミに食い荒らされるために芋など根菜類を入手することを目的として復興に従事していた12名の島民のうち5名が八丈島へ向かった。しかし5名は八丈島へたどり着くことなく行方不明となってしまった。そして復興には不運が重なった。完成6年4月13日、2層の船に分譲した名主3クローラ15名が 復興従事者のための穀物や食料と共に、青ヶ島に渡ったが、高波のために、青ヶ島で船が壊れてしまい、物資も失われてしまった。青ヶ島の状況を見分した後、サンクローラ12名は、火山灰に渦漏れた、青ヶ島の家や火災道具の古材を用いて船を建造し、なんとか、八条島へ戻ることができた。十九路はここで諦めることなく、 八丈島に戻ると、二大山大館所に、青ヶ島の現状についての報告と復興資金の援助を請願した。この結果、青ヶ島復興のために船が建造され、完成6年7月、早速物資を積んで、青ヶ島へ向かったものの、船は青ヶ島へ着くことなく、房総半島に漂着した。同年9月、三十九郎はさらに青ヶ島へ物資を積んだ船を送った。 今回は、青ヶ島到着に成功して、物資の輸送も行われた。しかし約半年後の完成7年2月、八条島への帰路、船が難破して乗員は全員死亡した。そして同年4月、青ヶ島に向かった船は、無事に荷物を送り届けられ、八条島にも無事に戻ってきた。しかし完成7年4月以降、結局八条島からの船が、青ヶ島で復興に従事する、 人々のもとへ着くことはなかった。まず完成8年4月、青ヶ島に向かった船は暴風によって青ヶ島へ到着することなく、房総半島に漂着してしまった。完成9年6月、八丈島とは逆の南から一層の奇妙な船が青ヶ島にやってきた。これは天明5年、天明7年そして、 完成2年の合計3回の海難事故で鳥島に漂着した野村長兵ら14名が流木などを材料として船を建造し、やっとの思いで鳥島から脱出した船であった。青ヶ島で復興に従事していた人々は苦しい生活を強いられた中でも彼らを歓迎し、2名の水先案内人をつけた上で八丈島へ向かうこととなった。 流木で作られた船であったが八丈島に無事到着し、14名の漂流民は江戸へ向かい、その後、故郷へ帰ることができた。青ヶ島で復興に従事していた2名は、早速、青ヶ島の現状について報告した。報告は主にネズミの害についてであり、作物はよくできるものの穀類はネズミに食い荒らされる、ために収穫は皆無であること、芋については、 ネズミの害はあるものの収穫が可能であること、作物は噴火以前のようによく実るので、開墾する人数を増やして、ネズミの駆除に努めれば、青ヶ島での生活は可能であるといった内容であった。青ヶ島の現状についての報告を受けた名主39郎は、早速青ヶ島へ向かうこととした。完成9年7月29日、名主3苦労ら14名の青ヶ島島島民は物資を、 積み込み、青ヶ島へ向かった。しかし船は猛烈な死刑に遭い、青ヶ島へたどり着くことなくうるう7月6日、奇襲に漂着した。14名の乗船者のうち11名が死亡し、名主の39郎も死亡した。39郎の死後も青ヶ島島民らは、帰島を諦めることはなかった。完成11年9月、33名の 青ヶ島,島島民が青ヶ島へ向かった。しかし今度の船も漂流の挙句奇襲に漂着した。結局、乗組員のうち1名が死亡したが、32名は無事に八丈島へ戻ることができた。今日は元年6月7日、青ヶ島で復興に従事し続けてきた7名は青ヶ島を去り、翌6月8日に八丈島へ着いた。完成7年4月以降、 八丈島役所に提出された報告によれば、食料として、芋の他に、タバ、ソテ鉄やユリなどの野生植物や漁をしながら、なんとか生きてきたが、衣服や、鍋釜などが使用に耐えなくなってくるなど青菓子までの生活の継続が困難となったため、火山灰に渦漏れた家の柱などを材木とし、山形な役輪を潰して、釘を作って船を建造し、八丈島へ向かったという。 共和元年6月以降、青ヶ島は、しばらくの間無人島となった。今日は3年6月、環状奉行、松平信之の手代である、秋本里江門が、八丈島の島民の半繁栄門や、青ヶ島な主の滝ちらを伴い、無人島となっていた、青ヶ島の見分を実施した。そして、文化3年5月、青ヶ島の帰遍元人となった半繁栄門とな主の滝ちらは、 江戸に向かい、青ヶ島の復興計画を提出した。この計画は、家屋の再建から瓶付け油台まで算定した、詳細なものであり、復興には924両余りの費用を要すと、した。しかし、文化4年には、欧風のために八丈島は基金に見舞われ、その後、文化8年まで基金は続き、合死者も相次いだ。八丈島に居候する、 形の青ヶ島島民は大変に厳しい状況に追い込まれたが、八丈島が厳しい困窮状態の中では、青ヶ島への帰島を実施に移す余裕はなかった。天命5年の離島院後20年以上の年月が経過し、青ヶ島で生活した経験を持つ島民は、復興時の相次ぐ海難事故もあって次々と世を去っていた。青ヶ島島民の中には、八丈島避難後に生まれ、 青ヶ島を知らない世代も増えつつあり、青ヶ島への祈祷の実現は困難を増していった。青ヶ島への祈祷実現が危ぶまれる上京下、文化14年、佐々木二郎太夫維新が青ヶ島の名主となった。二郎太夫は明は4年4月8日に青ヶ島に生まれたと伝えられており、名主となったのは50歳の時であった。名主となった二郎太夫は、早速、 青ヶ島の見分を願い出た。見分願いの中で、二郎太夫は、青ヶ島で生活した経験がある者は年老いて来ており、八丈島まで生まれた者のみで、青ヶ島の復興を行うのは、経験不足のために失敗する可能性が高くなることを指摘した。また、噴火後年月が経過していることから、青ヶ島の復興は可能と判断している。そして5月に、 青ヶ島の現状について、見分を行った後、次郎太夫は、八丈島自体が食糧難に見舞われている現状では、青ヶ島島民の生活は、大変に厳しい状態であること、かつての青ヶ島を知る人々が少なくなってきており、これ以上祈祷を遅らせるのは、経験や復興への意欲の面からも限界があること、そして見分の結果、土地は、 噴火前と変わりがない状態まで戻っていることを確認したため、青ヶ島の気分の実現を要請した。名主しの次郎太夫は、青ヶ島復興に取りかかるにあたり、綿密な計画と準備を行っていった。文化14年の時点で、青ヶ島島民は177名であったが、まず強権な男性27名を選抜して、復興事業に当たらせることにした。 27名のうち7名は、青ヶ島八丈島間の船の航行を担当し、残りの20名で、青ヶ島の復興にあたることとした。復興事業はまず住居の再建、そして、食料の貯蔵倉庫の建設を行うこととし、その後、農作物の栽培を開始するといった計画を立てた。また、二郎太夫の計画は、復興費用の節減にも力を注いだ。当初計画では、 復興にかかる諸費用は126両余りと算定した。このうち約117両は、天明6年に高村三衛門が青ヶ島,島島民のために拠出した500両の運用金と完成元年に青ヶ島の復興開発費として幕府から支給された257両2分銀6問目の残余金で賄うとし、不足分の給料余りは、 翌年の五百両の運用金を前借りする形としたいと申し出た。次郎太夫は実際に青ヶ島の復興に携わる島民たちに対し、旧過剰にわたる根節丁寧な役場を申し渡した。役場の中で最も強調されているのは、復興にあたり、どのような事態においても一致協力して事態にあたる和の精神であった。また、次郎太夫の指示は、 具体的かつ実際的でもあった。例えばこれまでの青ヶ島の復興で大きな障害となった青ヶ島八丈島間の船の運航に関しては、天候状況を綿密に観察し、船長の独断で決めることなく、他の乗組員の意見も踏まえ、これで大丈夫という時に出航すべきとした。実際これまで多くの船が難パ遭難して復興に、 大きな支障をきたしていた青ヶ島八丈島間の船は二郎太夫が名主に就任した後は一度も遭難することがなくすべて無事に運行されるようになった。二郎太夫の指揮の下、まず青ヶ島八丈島間をつなぐ船の建造が開始された。文政元年6月には青ヶ島で開発に従事する人たちのための米、あ麦が用意されており、本格的な 青ヶ島の復興が開始されたことが確認できる。文政5年頃にはかなり多くの島民が青ヶ島へ戻って生活をするようになっていたようで、青ヶ島に東取世話人を置く話が持ち上がった。しかし名主次郎太夫の指揮のもとに復興に、勤しんでいた島民たちは、東取世話人の設置を断った。しかし、次郎太夫による青ヶ島の復興は、 すべて順調に進んだわけではなかった。まずこれまでの復興事業で大きな問題となったネズミは相変わらず復興の大きな妨げとなった。また復興に携わる人たちの和を何よりも重視した二郎太夫の指導家でも仲間割れは発生した。文政7年5月の記録では当時二郎太夫は八丈島にあって青ヶ島復興の葬式を行い、青ヶ島では 年寄りの大野兵衛が指揮を取っていたが、青ヶ島島内で大野兵衛の派閥が勢力を持ち始め、次郎太夫や八丈島の地域人に対する批判を行い、また大野兵衛の派閥に属さない人々を圧迫するようになった。そのため青ヶ島で復興に携わる人々同士の人間関係が悪化し、復興どころではなくなってしまった。この緊急事態に次郎太夫が どのような処断を下したかは明らかになっていないが、年寄りを交代させ関係者を処罰したと考えられている。年寄り、大野兵衛らの問題が浮上していた、文政7年4月、名主の次郎たゆ良ら国一部の島民を除き、ほとんどの青ヶ島島民が帰島を果たした。天明5年4月の離島から40年が経過しようとしていた。帰還を果たした人々は、 噴火とその後長い期間放置されていたことによって荒れ果てた土地の開墾、船着き場、道路、水源地の整備など島の復興のために努力を続けた。そして激しいネズミの害については主に女性がネズミの駆除に携わった。かつての住人前後の人員ではどうにもならなかったネズミの害であったが駆除を行う人数が増えたためにネズミは次第に大きな害をもたらさなくなってきた。 天保6年、復興がほぼなった青ヶ島は、検知を受けた。検知の結果、4年後の天保10年から、年貢の納入が決定されたが、一方で、青ヶ島で生産することが困難である鍋や釜などの、支給を受けられるようになり、また青ヶ島が年貢を納めるために使用する船を、建造するために20両の助成金が受けられるようになった。天保十五年7月26日、 青ヶ島復興に大きな功績を挙げた佐々木次郎太夫維新に対して老中、真田幸貴らの名で銀十枚の宝章と一代に限り名字を許す胸の下辞がなされた。佐々木次郎太夫維新は、開江五年四月十一日、青ヶ島で八十六歳の生涯を閉じたと伝えられている。八丈島と青ヶ島を結ぶ厳重丸火山の噴火によってやむなく故郷の青ヶ島を離れ、 50年、あまりの年月を費やして再び青ヶ島での生活の復興を成し遂げることができた事実は、柳田国夫が昭和8年に発表した青ヶ島厳重記に取り上げられた。柳田が用いた厳重という言葉はやがて苦難の末に、青ヶ島住民が祈祷を果たした事実を表す言葉として定着し、八丈島と青ヶ島を結ぶ定期船の名前にも用いられていた。 また柳田は、厳重の達成に尽くした名主次郎太夫を、青ヶ島厳重記の中で、青ヶ島のモーゼと呼び、その功績を称えた。また伊ブ瀬マスジは八条実記の記録を参考にして、青ヶ島への厳重を主題とした、青ヶ島大外記を表した。ありがとうございます。